夏の、まあ、崩れないメイク、これ1本だけでライブ出てました。こう取ってやってきます。あんま粘膜まではちゃんと引かないかも。これ落ちる時もいい感じに綺麗に落ちるから。今は最近紫使っております。こんな感じ。まあアイラインで抜け感出してマスカラギャンって感じかな。黒で。皆さんこんにちは、北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりです。さあ今日はメイク動画を撮ろうと思います。このメイクになるまで、まあ大体の毎日メイクであり、夏の、まあ、崩れないメイク、普段から崩れないメイクは意識してるけど、夏はまあちょっとだけいつもより意識してる、まあ汗かく日とかは特に意識をしてるので、そんな私の毎日メイクをお届けしたいと思います。全然正解でもないし大したメイクでもないし需要があるのかわかんないんですけど、よかったら興味ある方最後まで見ていってください。それではゆかり姫チャンネルスタート。エステに行ってきたので日焼け止めまで終わってて、夏耐久メイクってことでちょっと崩れにくいメイクを紹介したいと思います。まずいつも毎朝、これは20個ぐらいもリピートしてるけど、朝マスクサボリーノのこれをまあ3分ぐらい貼って、だいたいこのコルギーで買ったこれでマッサージをこうここしてここしてここしておでこして目のここをこうこのくぼみで全部やって、スタートにこのビオレ UV エアリズム SPF50+PA+++4 のやつを塗ってます。これはめっちゃリピートしてて、これは超いい。これを体にも塗ってます。なんかベタつく日焼け止めが苦手で。さで下地からエステ行ったので下地からやっていきたいと思います。オグレドールスキンイリュージョンプライマー UV 化粧下地、これの肌色から使っていきます。これもめっちゃリピートしてて、これはなんか柏木由紀ちゃんとかも使ってたけど、もうねえや。めちゃくちゃあの毛穴が隠れるから最強。ピンク合ってる。ちょっと今日外カメで初めて撮ってるからわかんねえや。お点で置いていきます。ここら辺を濃いめに置いてます。メイク系のこんなんに撮るのめっちゃ久しぶりすぎて、ちょっと上手にできるかわかんないんで、ちょっと温かい目でお願いします。まず指で伸ばして、まあひし形こんぐらいの中心だけ塗ります。昨日あの基礎沈着する美容液塗って寝たから、マジで、ま、目の周りが赤い。目の下地は崩れてるって思ったことがないかも。多分この下地だけで1日パウダーやったらめっちゃ崩れにくいと思うんですよ。多分昔はだからこれ1本だけでライブ出てました。で目元は薄めに、眉毛の上もちゃんと塗りの、下地の出来でもだいたい決まるからね。で鼻と頬はまあ2分塗りぐらいでも薄く、基本的にあのめっちゃ言ってるんだけど、もう夏は汗かいたりとにかく崩れるじゃないですか。もう崩れにくくするにはとにかく塗らない、塗るものを減らす、ベト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 いっぱい塗ったら崩れちゃうんで気をつけます。でこれがアンドビーのスポンジ、あまつげはまつげパンもしてて、眉毛はハリウッドブローってやつをやってます。で次ファンデーション、じゃれーん、こちらこれが V3 ファンデーションで、黒いバージョンを前使ってたんだけど、今はこのシルバーの方にして、こっちがちょっとツヤなんかちょっと効能が違って、こっちが日焼け止め入ってるから最近こっちを使い始めて、中はこんな感じでキュッて押すとこんな感じで出てきて、これを取ってつけていくって感じです。ちょんちょんちょんってして、ぼかしとかが気になるところに私はまず置きます。ちょっとしばらく置いといたらなんかいい感じになるから、こうやって。でこの鼻の高いところあんまり全体には塗らんかも。でコンシーラーとか使ってもいいんだけど結局崩れちゃうから、小鼻をこれでもう全部やっちゃいます。早い時はメイク急いだら30分くらいかな。ちょっとだけ目の下もこれで補正していきます。で残りをこの辺に、ほっぺたの真ん中ら辺に塗って、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗になったよ。あ、半顔ずつやればよかった、ごめんなさい。慌てたやつでこの辺かっこ口周りこんな感じです。肌わかるかな、いい感じ。こんないつも筆でこう塗ってたんだけど、これはポール&ジョーのセッティングパウダーケース1、これもめっちゃリピートしてる。 V3 ファンデーションとこの下地とこれはもうセットで2年くらいずっと、2、3年ずっとこれかな。まあこれで塗ってもいいんだけど、これで塗るより最近ねこっちで塗った方がいいっていうあるじゃん、だからこれで
これは紫の色かな、結構透明感が出る紫やと。これのにとって水含んだスポンジにこう取って塗ってきます。こっちの方がマジで密着するのよ。あれ V3 ファンデーションやった後これペンペンするの忘れてた。まあいいや、これでどうせって、これでやるとねほんと崩れにくいです。あんまりこの辺は陰影つけたいから、この辺はねこのあんま塗らないようにするかも。こんなもんしよう、めんどくさくなってきたんで、ちょっとあとはもうこれで意味な。おでこもねこの辺までは塗らない。日焼け止めはちゃんと塗るけど、この小顔効果、やっぱなんか今日白いかも。なんか白いかも。あのこれ V3 ファンデーション色とかなくて、塗った後にどんどん自分の肌に馴染んでくる色になってるので、カラーはないです。もうとにかく買って塗るだけ、簡単、ただそれだけ。アイシャドウ1500円、これの一番濃い色。アイシャドウをめっちゃ眉毛に使っていくタイプです、私は。あ、その前にスクリューブラシで眉毛整えます。なんか一本毛出てる。これがこの眉毛やったら勝手に毛流れめっちゃ綺麗になってくれて、眉尻から塗っていきます。まずパウダーで軽くね。メイク動画って難しいよね、絶対もっとちゃんと凝って撮った方がいいんだろうけど、マジでさちょっと時間なくて。こっちも濃い色を入れるんだけど、ちょっと薄めの色も混ぜて使っていきます。この辺は目頭、目尻、目頭の方。メディアアイブロウペンシル AADB ダークブラウンってやつ、コンビニで買えるやつ。これ1本ずつ毛を足していって眉毛を眉尻作って、この辺はあんまり濃くしないのがポイントです。ですパウダーとかあのファンデをちゃんと塗っとくと、ここが描きやすくて後から落ちにくいのでおすすめです。ちょっとぼかしてこの辺を手と整えます。大体で余ったやつでノブシャドウ軽く、ここに描くのもポイント、この彫りをちょっと作る。あ、これ簡単に私の顔に合った多分メイクなんで、みんなは参考になるかわかんない。スミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03アイブラッシュブラウン、アイラッシュブラウン、これで塗ってきます。でもちょっとだ、あんま全部色変えないかも。もともともう黒髪の地毛だから、ちょっとなんか先っぽ、毛の先っぽに茶色つけるくらいかな。まあ、こんな感じ、眉毛こんな感じです。できてる。アイシャドウは最近掃除してたら出てきた、これ使おうと思います。ブラウンクリオプロアイパレット、基本手で塗るのが多いんだけど、まずこの下地としてこれの一番左上のこのほぼ白をベースとして塗っていきます。まあ、落ちにくくするために、何かをとりあえずちゃんと目の下にこのアイライン描くとことかにも塗っといた方が崩れにくくなるから、夏は汗かく日は特にちゃんとこの下味を仕込みます。本当はちゃんと何アイシャドウ下地みたいなの入れた方がいいんだろうけど、基本めんどくさがりだから時短で簡単でもう楽早いやつ、もうメイクに1時間もかけてらんないの で下も全部涙袋も全塗りします。とりあえずアイシャドウ入れるとこにはこれ入れとく。そしたら本当汗かいても落ちにくいから。指原莉乃ちゃんプロデュースしてるリリティューインザミラーアイパレット01オレンジアーモンドを使います。これを使っていくんだけど、まあ、1,2,3 って感じで使います。オレンジのこの色を取ってアイフォール全体に塗ります。もう指がさ、なんで指かっていうと早いから。で次この色、大幅より大きめに塗っていきます。色つくぐらい。クリオのパレットのこの隣のこの色をまたアイホール全体に広げます。あ、結構オレンジメイク、夏だからオレンジを、もともとイエベラっていうのもあるけどオレンジメイクをしております。めっちゃこの
まつげの際のとこだけに、あの二重幅までは塗らないで、ほんとちょっとだけこの色を塗ります。ちょっと濃いめの色けど、そんな塗ったらそんな濃くない。こうやってわかるかな、もうわかんねえぐらい。さっきのこのキラキラのオレンジを、涙袋全部に塗ります。一旦で、ちょっと色足したいなってなったら、またさっきのこれを塗るっていう。まあそんな、なんかもう気分と雰囲気。結構私は目のこの涙袋のとこにちゃんと色入れた方が目大きくなるタイプだから、色を入れるようにしております。オレンジ、いつももうプールとかもう完全に今日は濡れます、汗かきますって時はラブライナーだけで行くんだけど、基本的にテレビの収録とかだったらダブルで使って行きます。こっちが目尻。サンメイクのクリーミータッチライナー02番ブラウンをまず目尻からこの黒目のあたりまでこれで引きます。でもめっちゃ細くする。あと私ここの粘膜引くじゃん、気づいたんだけど途中で粘膜に引いたら、私結構目つぶった時とかに下に結構映ってって、どんどんここクマができちゃうタイプだから、最近あんま粘膜まではちゃんと引かないかも。こっちも同じく、こっちは私二重幅違うからちょっと太めに入れます。描きやすくていいけど落ちやすいから、絶対落ちたくない時はこれ使わないか。これ落ちる時もいい感じに綺麗に落ちるから、ここで重ねていってアイラインを引きます。どうやって引こう、今日こうでいくか、なんか適当でこんな感じでいいかな。こっちとこっち、プール行く時は引かないけど、ちょっとだけ3時間だけの収録だったらパレットのなんかまあこの辺濃い色あたりをちょっとここに入れるけど、1日お外出るんだったらどうせここになんかここ茶色くなってくるから何も入れない。でこのクリオのこのちょっと濃い色をどっかまあ好きな色、この辺か、色をちょっとだけこのアイラインの上にこうぼかす感じで重ねていきます。これはまあ崩れ防止と、あとちょっとこのアイラインの境目が分かんないようにするため、これはマジ時間あったらしかやんない。次リリーミューのこっちの色で、最近ちょっとハマってるやつがあるんだけど、あんまやんなくていいと思うんだけど、二重のライン強調するためにこの二重ラインのちょい上にこうラインを入れるんですね。ちょっとだけね、まあ動画だから分かるようにやろうか。普段こんなやんないけど、こんぐらい分かる、こんな感じで入れると目がくっきりするんで、あんま濃い色でがっつりやるとなんかブサイクになるんで、軽くだけで。ここはなんか引きすぎるとキモいから、もう何このシャドウ入れた時点で涙袋勝手にできてるから、ここは基本的にもう何も引かないです。なんかここがっつりボーンってなんか茶色のなんかほら引いてる人いるやん、あれザッみたいなのがちょっとあんまり好きじゃなくて、ナチュラルでいきます。で最後マスカラですね。ヒロインメイクのマスカラ下地なんですけど、紺色みたいなの使ってて、今は最近紫使っております。こんな感じのお湯落ちなんだけど、しっかり上がってキープしてくれて伸びるからこれを使ってます。これ結構おすすめ、メイクさんにおすすめされて使い始めたんですけれど、これを下からも上からも塗るっていう、こうダブル。メイクはこれ何だっけ、アディクション、これもメイクさんにプレゼントでもらったアディクションザブラッシュパール 003P、 大きめのブラシにとって塗っていきます。最近はこれが多いかな、じわーってする。前に使ってたオレンジの色が多分これに残ってんだ、オレンジっぽいけどピンクです。この鼻のラインよりは上にして、結構この中心にもまちょい入れつつ、ここをメインに入れます。私はこの三角形的な、であんまりこっちまで引っ張ると顔がめっちゃ長くなっちゃって、ポニーテールだから全部ここ見えるから、ここまでチーク入れると見えちゃうから、基本だからこの辺までにとどめる、ふわっと
いけてる、これなんかわかんねえや。照明焚いてたら、照明焚かれてるとこで収録してるくせによく言うね。これ1個であのアイシャドウもハイライトもできるっていう、最近ハイライトこれを使ってて、これハイライトなんですね。これを鼻筋に、ほらすごいっしょ。でこの辺まで行ったら、あとはちょっとだけこの余りここにつける。この辺かな基本。あんまこの辺つけたところでどうせあのテカってくるんだよね。とこここんな感じで、余裕だったらここ軽く指で。リップは日によって違うんですけども、まあ、ずっと使ってんのがオペラかな。オペラの最近このラメ入りの方買ったんだけど、普通のあのピンクオレンジ、オレンジピンク、コーラルピンクかのをよく使ってて、オペラリップティント N18 アンバーオレンジ、これをこんな感じのやつね、これを、まあ、筆に取ってこの輪郭を取っていきます。筆で塗るのと、あ、この普通にこう直塗り、直塗りするのマジで全然落ち方とか、あと維持する何維持感っていうか、なんていうの、その取れ具合とか全然違う。時間ない時はもう塗り直し、ライブ前とかピョーって直塗りしちゃうけど、できるだけ一発目はちゃんとこうやって筆で塗るようにしてます。いい感じ。これが一番ナチュラルで無難で大人っぽい、気に入ってる。オレンジのカラーで、最近はなんかこれ、あの塚崎まやちゃんに誕生日もらったロマンド初めて使って、予想以上に良くて、これをここ出して、ここをピョって取ってちょっとだけね、で中心だけこう塗ってくって。何ハマってんの、日によってリップは違うんだね。はい、ちょっとここをキュッて描いてあげて、こんな感じ。たまにメイク直し早くしたい時はこれ塗る。これはめっちゃしっかり発色するタイプで、こんな感じで、これをなんか、まあ、ライブ前とかちょっと、これあのマキシマイザーでスースーする成分も入ってるから、ライブ前とかにシュッて塗って、結構ティントやから落ちにくくて、そうすぐ落ちないのよこれ、残るのよ、だから使ってるから。あ、そうで、あと最後にマスカラ、さっきは下地塗ったから本ちゃんを塗ります。やば、何も見えねえ。渦モテマスカラですね、これ。別にこれじゃなくてもいいんだけど、なんとなくこれ使ってるって感じ。これでちょっとだけ、伸ばしていきます。これ黒なんですよ。さっきは紫の上に、前までは茶色のマスカラだったけど、なんでかわかんないけど黒になってる。アイラインとかは基本ブラウンとダークブラウン、まあアイラインで抜け感出してマスカラギャンって感じかな。黒で、髪も黒だしね。はい、完成です。イエーイ、完成。いい感じじゃないでしょうか。どうでしょうか、わかんない。あ、下のマスカラは基本塗らなくて、落とすのめんどくさいから。で塗るってなったら、宣材写真とかもう本当に大事ななんか写真のこの細部まで見える写真の撮影の時以外は下のマスカラは塗らない感じにしております。なのでこれが私の夏の毎日メイクかな。で最後にこのミストをちょっと落ちにくいクーラランスフィックスメイクアップ、これをちょっとシュッとかけて、これで終了。これでまああとはほぼほぼ落ちないでしょう。水に濡れても、この前マジでプールでシワマサで2回これでザブーンってここまで水つけてパーってやって顔拭いて、もう1回しばらくしてザブーンってあのスライダーとかで使って、あの浮き輪から落ちちゃったりして、でパーンってやって拭いたけど、ほぼアイシャドウも落ちなかったし、これでほぼほぼいけました。なので信用できればしてください。まあということで、合う合わないあるんですけど、あ、ちょっとじゃあちょっと髪の毛もと服をチェンジしてきますね。前髪巻いてのセットして着替えてきました。ということでこんな感じで、今日は今からちょっと仕事に V3 ファンデーション、どんどん馴染んで自分の肌の色になってくるから、最初はちょっとメイクしてたら白いけど、30分1時間ぐらいしたら馴染んでくるっていう感じです。ということで、参考になったかは分かんないんですけれど、ぜひぜひ気になったものとかあったら
真似してみてください。あと質問とかも全然コメントとかインスタツイッターのリップで受け付けてますので、何か質問とかあればというか、みんなのメイクも知りたいし、いいのがあればまた教えてください。しばらく結構私はメイクをずっとあんまり頻繁に使うものとか変えないタイプなので、ここ 1,2 年はほぼほぼ、まあ、アイシャドウとかはコロコロ変えるけど、下地とかは基本変えるの怖いんで、一番これが汗に強くてライブとかも耐えれるかな。定期公演とか基本的にアイドル部の収録とかのお仕事は全部この下地で収録をしてます。まあ、ヘアメイクさんの時以外は自分でやる時はやっております。ということで、ぜひ参考になった、私もやるっていう方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりでした。バイバーイ、行ってきます。